ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓動作銭形平次捕物控えより愛口の行方。この作品は昭和28年1953年オール読み物4月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。八、いるかい。向こう柳原、七曲がりの路地の奥、粗い針、押し立て物と紙に書いて貼った戸袋の下に立って、平次は二階に声をかけました。よく晴れた早春のある朝、どこかで寝ぼけた音取りが時を作っております。誰だい、人を呼び捨てにしやがって。お袋の陰から出て面を見せろ。八五郎の長い顎が二階の窓へ出ると、満面に朝日を浴びながらまぶしそうに怒鳴るのです。大層な見識だな八。ほう、及ぶんですかい。こいつはいけねえ。また町内のガキ大将が作り子でからかっているのかと思って。八五郎は面食らってはしご段を二つずつ飛び降りてきました。本所の二つ目まで付き合わねえか。どこまででも付き合いますよ。それじゃあ大急ぎで朝飯を済ましてくれ。ここで待っているから。平次はささやかな四つ目書きにもたれて、目を拭いたばかりの貧乏臭い草花などを眺めております。それには及ぶもんすか。朝飯なんざ昨日も食いましたぜ。あんな野郎だ。面は洗ったこったろうな。あれはもう塩磨きで水の使いようが荒すぎるって大家さんから小言を食いましたよ。何しろ若くって一人もんでいい男だ。はぎれた野郎だ。親分が一緒なら気が強えや。いずれ消えるや幾夜もちか毛抜き寿司か。おもんじいやは少し時刻が早いが。くだらねえことを言わずにすきっ腹を覚悟ならついてこい。だがおばさんが見えねえじゃねえか。うちを空っぽにして出かけても大丈夫か。ちょいと隣へ頼んでいきましょう。もっとも泥棒に狙われるような不心得なやつはこの長屋には住んでいませんがね。八五郎はお隣の女房に留守を頼んで平次の後を追います。ところでおめえは相生町の酒田屋という酒屋を知っているのか。両国を渡ると平次は思いついたようにこんなことを聞くのでした。そこ行くんですか親分。八五郎はひどく驚いたらしく往来の真ん中に立ち止まりました。それがどうしたんだ。相生町の酒田屋に何かあるというのか。足の近いうちに一度酒田屋を覗くつもりでいましたよ。誰かおめえを呼び出したもんでもあるのか。手代の喜三郎といういい男ですよ。手紙もよこし本人も来ましたが、おも私は殺されそうな気がしてしようがねえから一度酒田屋を覗いてくださいと言うんでしょ。よくある冗談だから私はまだ行ってやらなかったんです。そこで親分を呼び出そうといういたずらでしょう。八五郎はすっかり飲み込んだことを言うのです。いたずらか本気か知らねえが、俺のところにも助け船を呼んで二人から手紙が来たよ。どっちも酒田屋のもんだが手代の喜三郎じゃねえようだ。へえ、すると酒田屋の者は三人も殺されかけているわけですね。親分へ手紙をよこしたのは誰と誰です。酒田屋の内儀とせがれの龍吉だよ。へえ、驚きましたね。相生町の酒田屋というと本所でも評判の物持ちだが、このうちがまるで死神に疲れたようなもんですね。ともかく行ってみよう。こいつは容易ならねえことかもしれねえ。ところでおめえ来たという手紙は。これっすよ。八五郎はでっかいタバコ入れから取り出して平地に渡しました。八つに畳んで先を曲げた半紙を開くと、中はかなり達者な帳面字で、私ことは先日親分様に無理を申し上げ候、相生町の酒田屋の奉公人喜三郎と申す者にござ候。この間中から不気味なこと相続き、今夜中にも殺されること必助ぼと存じ候につき、親分様のお助けをいただきたくくれぐれもお願い申し上げ候と、かなりはっきりしたことが書いてあるんです。
この手紙をいつ受け取ったんだ？ゆんべですよ。2、3軒飲み回って家へ戻ったのは9つ近かったでしょう。おばさんが手紙が来てますよと言ってくれたのをはしご団の途中で聞いて、今朝目が覚めてから受け取って読むところでしょう。もう間に合いしません。誰が持ってきたんだ？使い屋だったそうですよ。吉原の女郎氏の色文から寄り出したのがこのすげえやつで、もっとも天地紅の色文だって中身は大抵無心状に決まってるからすごくねえことはありませんがね。八五郎の話にはまた無駄が入ります。妙なことがあるもんだな。平次は考え込んでしまいました。相生町の酒田屋から三人の人間がしかも同じ日に助けを呼んでいるというのはどう考えても容易ならぬことのような気がするのです。第2章。親分のところへ来た手紙はどんなものです？こうなると八五郎の好奇心も相当のものでした。考え込んでしまった平次の前へ手を出したり引っ込めたりしております。これだよ。平次は紙切れに挟んでおいた2枚の紙切れを取り出して八五郎に渡しました。あいつは足に読めませんよ。喜三郎のはまともな日本の文字だけれど。八五郎は煙たい顔をして小菊に書いた女文字をためつすかしつするのです。それだって日本の文字だよ。変態仮名混じりの草書だけれどオランダや天竺の文字じゃねえ。へえ、やっけですね。女文字の方は相生町の酒田屋の女将の手紙で、今夜という今夜私は命を狙われております。何とぞ親分様のお助けをと書いてある。なるほどね。こう言われるとそう読めねえこともありませんね。もう一名は大福帳をちぎった東山藩士に、助けてくれ私は今夜殺されると、たったそれだけ。端っこに相生町酒田屋せがれ龍吉と走り書きしてあるが、ひどく慌てたらしい。使いは？お上の方は小僧が格子から放り込んでいったが、せがれの手紙は酔いの口にお勝手の入り口へ石ころを乗せてあったそうだ。え？俺も八丁堀の笹野の旦那のところへ呼ばれ、ご子孫になった上、いろいろ相談を持ちかけられ、戻ったのは四つ過ぎだ。おめえでもいりゃすぐ相生町まで飛んでもらうところだが、こんな手紙にはいたずらが多いから、酔った勢いで寝てしまい、今朝になって妙に気になりだしたというわけさ。へえ。今朝になって妙にになってならねえから朝の支度もそこそこに飛び出したのよ。おめえのところへも変な手紙が舞い込んでいると聞くと、こいつは一度覗いてみるのも無駄じゃなかろう。死神に疲れたのが三人、今頃は手遅れになったか、それとも守備よく銭形の親分をおびき出して手を打って笑っているか。そんなことならいいが。おや、向こうから来るのは石原の親分のところのお篠さんじゃありませんか？なるほど、お篠さんだ。大層急いでる様子だが。平次にとっては大先輩の御用を聞き、石原の利助が中風で寝込んでしまい、その娘のお品が希少もので、出戻りながら二十四五のいい年間ぶりをなりふり構わず、子分たちを引き回して父親の利助の実手を守り通している姿だったのです。銭形の親分、ちょうどいいところで。貸しっぷちを急ぎ足できたお品は、平次と八五郎の姿を見ると足をとどめて、さすがに胸を押さえました。こんなに早くからどこへ行くんだ、お品さん。明治下の親分のところへ。現場にうちの若い者も来ていますが、銭形の親分さんを呼んでいただきたいと手代の喜三郎が立っているものですから。それじゃあ相生町の酒田屋に何か間違いでもあったのか？よくご存知で、せがれの龍吉が殺されましたよ。はあ、やっぱり。八五郎は下手な発見が当たったような顔をするのです。
第三章相生町四丁目立川に臨んで酒田屋はなかなかの繁盛した酒屋でした。主人の平兵衛は50を越したばかりですが真の病の持病があって寝たり起きたり奥は若くて美しい五歳のお浜が采配を振るい店はおじといっても当園のかかりうど慶之助と働き手の手代の喜三郎に任せて手堅い商売と古いのれんの誇りを持ち続けております。おや銭形の親分が遠くから手代の喜三郎が見つけるとざわざわと店中がにぎやかになりおじの慶之助が外へ飛んで出ました。親分さん飛んだお手数で、でもよくお迎えが間に合ったことで。うすらはげの40前後、精力的な感じのする中年男です。そこでゆっくりお品さんに会ったんだよ。平次は巧みにごまかしてしまいました。三つの手紙のことは人に知られたくなかったのでしょう。ではどうぞこちらへ。慶之助は何が何やら分からずに店の外を回って裏の方へ案内しました。かなり大きい母屋ですが家族が多いので殺されたせがれの龍吉と案内しているおじの慶之助は二人だけ母屋に廊下で続いた離れに休んでおります。今朝雨戸を開けてくれた下女のおときの声に驚かされて二階から降りてくるとこのありさまで。慶之助が自分の口からこう説明するのです。離れの下は六畳と二畳の二間だけ、二畳には大きい押し入れがついていて、それが何度代わりに使われている様子です。その奥の六畳の裏に向いた腰の低い窓は開いて、それを背にして若旦那の龍吉はまだ明けに潜んだまま死んでいるのです。23になったばかり。それはいい男でした。色白の細面で女の子に、騒がれそうなのは傷ですが、こんな男が思いのほかの劇場家にある方です。身なりはきちんとして、合わせも羽織も清らげに、そばに置いた紙入れはその頃でも贅沢にされた縫いつぶしの紺の大ぶりなもの、中に小判50両と2、3両の小粒の入ったままなのが気になります。紙入れの下にはやつにたたんだ真新しい手ぬぐいと一折の懐紙。まるで旅にでも出かける装束じゃねえか。平次がそう言ったのも無理のないことでした。死骸の傷は右の首筋を深々とえぐったもので、見事に大動脈を切ってあり、前にのめっていたのは後ろから突きのめしたか、それとも背中に窓の敷居が当たったためでしょう。銭形の親分、匕首の鞘は畳の上に落ちていましたが、中身は見えませんな。死骸の番母していた石原の子分がそう言います。この時はもう、後のことを平次に引き継いで、引っ込み思案のお品は帰ってしまった様子です。鞘には血の跡はなかったのか？この通りで。子分は鞘を取り出してみせましたが、念のため、返しで拭いてみてもそれには血の跡もありません。おめえさんは同じ離れに寝泊まりしていて、下で人一人殺されるのを知らなかったというのか？平次は真正面から慶之助の表情を見つめました。何にも存じません。私は目ざとい方ではございませんが、それでも喉をかき切られて死ぬまでには少しは声を立てるとか物音を察したことと思いますが。慶之助は自分の二目なことを大した殉職もせずに言うのです。死骸は最初から仰向きになっていたのか？その座布団の上に顔をうずめてうつむきになっておりました。そういえば龍吉の前には存分に血を吸って巣王につけたような木綿物の座布団が一枚あります。これを一番先に見つけたのは下女のおときでございます。呼んでまいりましょうか。平次がうなずくのを見て慶之助は
お勝手の方へ行きましたが、その間に八五郎は何やら平次にささやかれて、いずこともなく飛んでしまいました。第四章。はだすに用事があるというのはお目覚まげ。32、33のそれは勇敢な山出しでした。若旦那が死んでるのを見つけたのはおめえだってね。その通りですよ。時刻は明るくなると私はうち中の雨戸を引くだ。もっと寝かしてくれなんて言ったって承知しねえことにしているよ。で離れ来ると向こう側の雨戸は開いて、窓の下に若旦那様が血だらけになって死んでるでねえか。紐をつぶして大きな声を出すと2階から番頭さんが降りてきただ。番頭というのは言うまでもなく叔父の慶之助です。番頭さんは朝は早い方か。もっと寝かしておいてくれなどというのはまさか番頭さんじゃあるめえな。頭のはげたよく太った中年もんは大ぐらいだから朝寝坊に決まっていますだよ。2階から降りる時だって帯広どけて目やにだらけで。よし分かった。おめえさんは番頭さんとはよっぽど仲が悪そうだな。冗談に、おらを口説くからあのスケベ野郎はできれいだよ。これこれ、何を言うんだおとき。廊下から黙っていられなくなって声をかけたのはその噂の慶之助でした。ああ、いい。おかげでおめえさんは下手人でねえと分かったようなもんじゃねえか。え、夜中に人を殺した人間が目やにだらけになって楽寝をしているもんか。悪口を言われるのもなんかの役には立つぜ。そんなことで。おじの慶之助はくすぐったい顔をして黙ってしまいました。ところでゆんべ一番後で若旦那の姿を見たのは誰だ。平次は問いを改めました。私かもしれませんよ。腰痛近くなって雨戸を閉めに来ると窓を開けたまんまで、その窓際にもたれた若旦那が薄寒いのに後ろから月の光を浴びて明かりもつけずに歓迎事をしていましたが、私が窓の戸を閉めましょうかと言うと、後で俺が閉めるからこのままにしておいてくれと言うから、黙って母屋へ失敬してしまっただ。それっきりか。それっきりだが、様子に変なところがあっただよ。若い人が明かりもつけずに薄寒い窓で歓迎事をしているのも変だし、今朝になってみると窓の下に若旦那の草履が揃えてあるでねえか。その草履はどうした。針には血がついていたし、その草履のそばにも血のついた紙切れが落ちていたように思うけれど、少し目を離しているうちに誰が片付けたか見えなくなっただよ。その紙切れの中をおめえは見なかったのか。手紙かなんかだよ。見たって私には読めやしません。そいつは惜しかったな。平次はひどく悔しがりました。もっとも小僧の佐吉殿が見たかもしれません。あの子はたった16だけど、物の本が好きで四角な字も読めるから。そいつはありがて。早速小僧の佐吉を呼んでくれ。平次は救われたような心持ちでした。その血染めの草履とそばにあった手紙らしいものを見さえすれば、事件が苦もなく解決するような気がしたのです。親分さん。不意に声をかけたものがあります。それは少し骨張ってはいるが青白い若い男。手代の喜三郎ですよ。この時戻ってきた八五郎がそっとささやいてくれます。はい、すみません。私は怖かったんです。どうしたというんだ。みんな話してみるがいい。窓の外にあった草履と血のついた紙切れを隠したのはこの私でございます。何を言うんだ。平次もさすがに驚きました。手代の喜三郎は容易ならぬことを打ち明けようとしているらしく、緊張しきってわなわな震えてさえいるのです。悪いことでございますが、若旦那の書いたものをこの私が隠してしまいました。この通り、思いもよらぬ恐ろしいことが書いてあったのでございます。どれ。平次は喜三郎の差し出した一枚の半紙を取り上げました。その端っこには不気味な血がにじんでおり、文面もひどく乱れておりますが、本や
私は喜三郎に殺されるかもしれない、どうもそんな気がしてならないと読めるではありませんか。草履はここにございます。血がついておりますが新しい草履で、若旦那はこれを履いて逃げ出す気だったに違いありません。手代の喜三郎はこう言い切って安心したようにほっと吐息をつくのです。第五章。それじゃあ詳しく聞こう。平次は大勢の人を追っ払って手代喜三郎とたった二人になったのを見極めると新しい問いを進めました。どんなことを申し上げればいいでしょう親分。喜三郎は神経質らしく小瓶をかいたり襟を直したりしております。青白いお棚物でいかにも弱々しく善良そうでさえあります。おめえは何だって八五郎のところへ行ったり今晩殺されるかもしれねえなどと物騒な手紙を出したんだ。一方殺された若旦那はあべこべにおめえに殺されるかもしれねえと言ってるぜ。平次はついに聞くべきことを聞こうとしたのです。この謎が解けないうちは龍吉を殺した厄介な謎は永久に解けそうもありません。私は若旦那に殺されかけておりました。何？二度も三度も私は殺されかけました。若旦那に頼まれた土地のヤクザ者に取り巻かれて命からがら逃げ出したり、物置の中で上から重いものを落とされたり。そらどういうわけだ。若旦那は大旦那の本当の子ではなく遠いご親類からもらわれた人ですが、後沿いのお内儀と仲が悪い上近頃大旦那に逆らってばかりおりますので、明日は親類の方々を呼んでその席上で離縁になることに決まっておりました。追い出される前の若旦那の龍吉が何を企んだか平次にも想像ができないことはありません。で、平次は熱心に先を促しました。この手代の打ち明け話がよほど面白かった様子です。若旦那はそれを私とおかみさんのせいだと思い込みました。私はこのうちの当園でおかみさんと血のつながりがあるので、おかみとグルになってお嬢さんも手に入れこのうちの跡取りになろうとしていると思い込んだのでしょう。若旦那は取引先の義理で近頃このうちに入った養子ですが、私は白雲頭からの奉公人で、お嬢さんのお嬢さんとは主従とは言っても幼なじみも同様、自然親しく口も聞いております。主従の義理と友達のような親しさと男と女の間の恋心とはみんな違ったものでございます。若旦那はそんなことまでは気が回らず、一途に私を恨んで、明日はいよいよ親類会議を開いて自分が追い出されると決まると、日頃の気性では何をやり出すか分かりません。今夜一晩の恐ろしさに私は八五郎親分にあんな手紙を差し上げてしまいました。私は若旦那に殺されるような気がしてならなかったのです。で、店二階へ一人で寝るのが怖さに小僧の佐吉に頼んで一晩だけ同じ部屋で一緒に寝てもらいました。裏の佐吉の部屋です。これは当人の佐吉に聞いてくださればよくわかります。手代の喜三郎は重荷を下ろしでもしたようにほっと肩を落としました。若旦那の龍吉が何を書こうと裏の小部屋に飛び込んで小僧の佐吉と一緒に一晩を過ごしたと分かれば、この男は下手人の疑いから除外されることになるでしょう。その小僧の佐吉は16になったばかり、眠いのと食べたいだけの年頃ですが、不思議に目ざとい子で、ゆうべも私が少し腹加減が悪くて、おしもへ行った時も目を覚まして声をかけておりました。後でその佐吉とかいう小僧さんに会ってみよう。
ところで若旦那は窓の中で自分で首筋を切って死んでいるのに、窓の外から庭へかけてひどく血がこぼれているのはどういうわけだろう。平次はさっきからそれを気にしていたのです。縁の下の草履に血がついていたばかりでなく、庭石も垣根も犬小屋も雨板もまことに半々たる血で、恋にぶちまきでもしなければこんなに血がこぼれるはずはありません。私もそれに気がついておりました。今朝早く若旦那の死んでいるのを見つけた時からこの通りでございます。ことに犬小屋にいたはずの白が綱を切って飛び出し血だらけになっておりました。その犬はどこにいるんだ。どこかへ行ってしまったようで、ちょいとお待ちを願います。癖の悪い犬ですから見つけてまいりましょう。喜三郎はそんなことを言って外へ出て行きました。ねえおよぶ。その間に八五郎は平次のそばににじり寄って耳に口を持ってきました。なんだ、なんか面白いことがあったのか。面白いことばかりですよ。でいちこのうちのお嬢さんというのはそれは底辺だ。何が底辺なんだ。18になったばかりというのになかなかのしっかりもんで、若旦那の龍吉は手代の喜三郎に殺されたに違えねえとはっきり言うんです。たった18の小娘がそんな大胆なことが言えるのかな。会ってみてください。器量は大したこともねえが、妙に鋭いところがあって研ぎ澄ました刃物のような娘ですよ。そのくせめっぽう可愛らしいところがあって、あの娘に惚れると怖いことになりそうですね。八五郎は一角女を知り抜いてでもいるようなことを言います。いろいろうるせえことがありそうだな。ともかく一応みんなに会ってみるとしようか。平次もこの辺りで定石通り運んでみる気になったのです。第六章。主人の平左衛門は2、3日は容体が悪い上、養子の龍吉の変死ですっかり興奮してしまい、朝からお上のお浜と娘のお葉がつきっきりで介抱しておりました。平次は訳を話して二人の女を遠ざけ、ほんのちょっとだけという条件で寝たままの病人と相対したのです。この通りの不体裁なところをお目にかけて相すみませんが、何分少しのことでも動機がひどくなりますので。平左衛門はそう言ってわずかに枕から顔を上げました。青黒いむくんだ顔を見ただけでもこれはなかなかの容体ということが素人の平次にもわかります。とんだ人騒がせでお気の毒でしたね。早速二つ三つ聞かせてください。私の存じていることなら、養子の龍吉さんを今日は親類会議を開いて離縁することになっていたそうですね。それに相違ございません。今日親類方に寄っていただくはずでした。何か気に入らねえことでもあったんで。気に入らないことばかりでございます。死んだ者のことを悪く言うようですが、金遣いが荒い上に酒飲みで勝負事が好きで、それに私の家内、龍吉のためには母親になるお浜との仲がうまくいきません。それだけのことで？それから一番いけないのは、店の金を300両ほど持ち出して、私にも相談をせずに実家の仕事に融通してしまい、その仕事もしくじってしまって、取り返すあてもなくなってしまいました。これは商人の養子として、一番慎まなければならないことでございます。なるほど、そういうもんすかね。養子の龍吉をひいきにしているのは娘のお葉ぐらいのものでございます。いいなずけの中ではあるが、あれは妙に気が合う様子で。そのお嬢さんはゆんべこの部屋を動かなかったそうですね。私の看病には娘が一番で、これは家内もうまくいきません。気分のひどく悪い時や一晩寝つかれない時は気の毒だが、娘に看病してもらいます。夕べも酔いからひどく気持ちが悪くなって、夜の明けるまで娘をそばから離しませんでした。いや、よくわかりました。じゃあお大事に。平次は
そんなことで切り上げるほかはなかったのです。病間を出ると、薄暗い廊下で誰やら小手招きしております。それに誘われるように、そっと納戸に滑り込むと、そこには若い娘が、世にも緊張した顔をして平次を待っているではありませんか。お嬢さん？内緒で申し上げたいことがあるんです。聞いてくださるでしょうか、銭形の親分。お葉は少し息を弾ませております。18というにしてはやや小柄ですが、表情にも仕草にも子供らしい破綻はなく、いかにもませた感じです。器量は決していい方ではなく、浅黒い顔と大きい目が印象的で、赤い唇の曲線が妙に情熱を感じさせます。お嬢さんはゆんべは旦那の病まで一晩過ごしたんでしょう？どこへも出られなかったんです。父の病気も悪かったけれど、私が逃げ出そうとするのを蹴取って、赤さんが動かさなかったんです。逃げる？私と龍吉さんはゆうべこの家を逃げ出す約束だったんです。そら本当け、お嬢さん。平次も大方は察し、喜三郎の言葉にもそれは匂いました。前後の様子を考えると、娘の飛躍的な言葉も決してでたらめとは言えません。明日の親類方の寄り合いで、あの人は追い出されるに決まっています。私が何と言っても通ることではございません。坂田屋の心証はどうでもいいが、お前とは別れたくない。二人でこの家を逃げ出して、木更津のおばさんを頼って行き、しばらく成り行きを見ようということになりました。父はたった一人娘の私を捨てきれるはずもないし、せいぜい半年か一年の辛抱でどうかなることだろうと思い、二人はそっと旅支度をし、夜中に家を逃げ出す約束でした。それを感づいた様子で、かかさんはどうしても父の病魔から出してくれず、気をもみながら夜を明かしてしまいました。するとあの騒ぎです。肝心の龍吉さんは殺されてしまって。張り詰めた気も緩んだか、お葉はしくしくと泣くのでした。気性者らしい娘が、育児もなく、いくずれて、それはいかにも哀れ深い姿です。それでいろいろのことが分かったが、龍吉を殺したのは喜三郎に違えねえとお嬢さんは言ったそうじゃねえか。申しました。全くそれに違いないのです。あの人は怖い人です。赤さんの遠縁でこのうちの跡取りを狙い、龍吉さんを追い出しにかかりましたが、私がどうしても龍吉さんを諦めないので、とうとう龍吉さんを殺してしまったに違いありません。あの人を縛ってください、親分。お葉は必死と絡むのです。体は2、3尺離れておりますが、この小娘の意志の力は相当で、ぐいぐいと平次を引きずってゆきます。それは泣き濡れた目でも可愛らしい唇でもなく、この娘の持っている人並み優れた全身的の気力とも言うべきでしょうか。第7章。親分さん、何かご用で。おかみのお浜は縁側に膝をつきました。30そこそこの磨き抜かれたような年まで、かりそめのポーズもなかなかに気の利いた美しさです。若旦那の龍吉さんはお嬢さんと示し合わせて、ゆんべこのうちを逃げ出す気だったそうですね。ズバリと言ってのけると、私もそれを心配して一晩あの子から目を離さないようにしておりました。おかみは驚く色もなく、こう自然に答えるのです。あっしのうちへあんな手紙を届けたのはどういうわけでした？小菊に書いた SOS、 これは冗談やいたずらでは済まされません。最初娘と龍吉と二人で逃げ出す相談があるとは気がつかず、龍吉の様子が変なのと、なんとなく果たし眼だったので、明日の親類方の相談の前に私が殺されるのかと思いまして、親分さんのところへ人騒がせな手紙などを差し上げて後悔いたしましたが。お浜はしおらしく首を垂れるのです。それから平次は
小僧の佐吉を探してようやく物置にいるのを見つけました。ちょいっと聞きてえことがあるが。え、どんなことでしょう。16の鋳造と言っていいぐらい、あまり賢くはなさそうですが体は相当です。おめえはゆんべ番頭の喜三郎さんと同じ部屋に寝たんだってね。ええ、まだ酔いのうちでしたが、今夜は嫌なことがあるから気の毒だがここへ泊めてくれと言って自分の屋具と布団を運んできましたよ。夜中に起きなかったのか。私は起きませんが、番頭さんはお腹が悪いとかで一度起きたようです。でも私は一度目を覚ましたけれどすぐ寝てしまって床へ戻ったのは知りません。夜中に犬は吠えなかったか。気がつきませんよ。あの犬は癖が悪いと番頭さんは言っていたが、そんなに癖が悪いのか。外の者にはよく吠えますが、若旦那と番頭さんと私にはよく慣れています。どこにいるんだ。おめえは知らねえか。夜はつないでおくんですが、今朝は犬小屋にはいなかったようです。それに綱も変わっていたようです。犬を縛ってある綱が変わっていたのか。平次は何やら考えておりますが、ちょうどその時、銭形の親分、妙なものが見つかりましたが。番頭の喜三郎は断り気に飛んできたのです。裏の荒物屋の生垣にこれが絡まっていたそうです。おいくちじゃねえか。しかも血と泥にまみれて。手に取ってみると長々と紐のついた合い口で、歯には半々たる血がついており、紐もところどころ血にまみれて三尺ほどのところでふつと切れているのです。あ、今朝犬をつないでいたのはその紐ですよ。小僧の佐吉はすっとんきょうな声を出します。こいつは一体どういうわけでしょう親分。その後ろから長い顎を出したのは八五郎でした。くせ者は若旦那を殺した後で血のついた合い口を犬を縛った紐に結んだわけだ。どうしてそんなことをしなきゃならなかったんでしょう。八五郎はなおも追求しました。獲物を隠したかったのかな。犬をつないだ紐に結んでおくと犬はどこかに持っていくに違えねえ。それにしても鞘を取っておいたのはどういうわけだ。この謎は平時にも解けそうもありません。親分、素人猟犬ですが私も考えたことがございます。申してもよろしいでしょうか。番頭の喜三郎は恐る恐る顔を出しました。いいとも、思ったことがあるなら遠慮せずに話してくれ。それでは申し上げますが、若旦那はお嬢さんと夜逃げの約束をしたが、いつまで待ってもお嬢さんが来なかったので、お嬢さんが心変わりをしたものと早がてんし、明日の親類方のご相談のことも考えてふらふらと死ぬ気になったのじゃございませんか。その証拠は合口は若旦那の品で、犬を縛ってある紐も太くて丈夫なのをよして、細くて引けばすぐ切れそうなのと変わっております。それから若旦那を殺した下手人が他にあれば、刃物なんか隠したければ自分で持って逃げるか、すぐ前の立川に放り込めば済むことです。刃物が死骸のそばに転がっていればすぐ自殺と分かってしまいますから、よく慣れた白の紐を変え、自分の首筋を切った苦しい中から合口を犬の首の紐に結んで追いやったのじゃございませんか。喜三郎の知恵のたくましさに平次は少しお株を取られた様子です。若旦那がどうしてそんな細工をしなければならなかったんだ。私を下手人にしたかったのでございましょう。若旦那は私が憎くてたまらなかったのです。この家を追い出されるのも私のせいだと思い込み、坂田屋の新商もお嬢さんのお嬢さんも私に取られるに違いないと思ったことでしょう。私は最初は若旦那に殺されるに違いないと思いました。あの目の色は容易でなかったのです。喜三郎はほっと大きくため息をつきました。平次の英知を征服したこの男の知恵のたくましさに、八五郎も小僧の佐吉もあっけに取られて聞いております。後ろの障子が動いたようです。ちらりと人の影が差しました。娘のおようもそこで黙って聞いていたに違いありません。
第8章。平次はそれっきり本庄を引き上げてしまいました。八五郎は不平らしい顔をしておりますが、若旦那の龍吉が自害したのだとわかると誰を縛りようもありません。あれでいいんすか親分、わしには腑に落ちねえことばかりですが。時々は思い出したように平次に尋ねましたが、いや、時節を待つほかはあるねえよ。平次の答えにも妙な含みがあります。それからしばらくたつと、相生町の酒田屋で新しく養子が決まったという噂が伝わりました。その養子、ゆくゆくは娘のおようの婿になるのは手代の喜三郎だったことは言うまでもありません。親分、大変なことを聞き込みましたよ。八五郎が飛び込んできたのはそれからまた一月も後のこと。世の中はもう晩春、初夏というすがすがしい時分のことです。どうしたんだ八、あいつは本物の底辺ですよ。酒田屋の婿に決まって、いよいよ祝言という前の日、あの手代の喜三郎は毒を飲んで死んでしまいましたぜ。なんだと。平次にもそれは予想外でした。風紀と美人と一緒に手に入れた喜三郎が祝言の前の晩自害するということは、どう考えたところで承服のできないことです。言ってみよう、そいつはなんか曰くがありそうだ。過保すぎてフラフラっと死ぬ気になったんですね親分。人間は過保すぎて死ぬものかな。そうでしょうか。二人が相生町の酒田屋に着くと、店は重なる不幸にごった返しておりましたが、店を入るともう一度娘のおようがちらりと姿を見せてどこかへ隠れてしまいました。これは銭形の親分、とんだお騒がせをしますが、今度は間違いもなく喜三郎が自分で毒を飲みましたんで。迎えた番頭の慶之助は苦笑いをしております。ともかくも仏様を一目見てえが、よろしゅうございますとも、どうぞこちらへ。喜三郎の死骸は入棺して、お上のお浜が線香などをあげておりましたが、平次と八五郎の姿を見るとついと縁側へ出てしまいました。死ななきゃならねえことでもあったのかな。とんでもない。明日はお嬢様と祝言と決まった喜三郎が死ぬ気になるはずはございません。昨夜風の黄身だと言って飲んだ卵酒にネズミ捕りが入っていた様子で、主人がやかましくって、このうちではそんな物騒なものを買った覚えはありませんので、いろいろ薬屋で調べましたところ、二月ばかり前に喜三郎が自分で石見銀山を買ったことがあるそうです。多分それを風邪薬と間違えて飲んだことでしょう。何しろ明日祝言というので気持ちも上ずっておりましたから。そばには誰もいなかったのか。お嬢様が何かと明日のことを相談していたようです。花嫁花婿と言っても内輪のことですから遠慮はありません。そのお嬢さんの見ている目で死んだこったな。ええ、まあそんなわけで、そのお嬢さんに会いてえが、さっき親分さん方の顔を見ると慌てて2階のご自分の部屋へ行ったようで。それ言ってみろ。平次と八五郎は2階へ飛び上がりました。いきなり障子を開けると、正面の投げ石にぶら下がった絢爛たるもの、それは娘のおようが自分のしごきで首をつっていた姿だったのです。取り下ろして解放すると、幸い早く手が回ったのでまもなく息を吹き返し、不思議そうにあたりを見回しております。お嬢さん、心配することはねえぜ。二人の許嫁に死なれて気を落とすのも無理もねえが、親孝行でもして百までも生きる工夫をすることだ。それじゃあ俺は帰るよ。いいかお嬢さん、死ぬ気なんかになっちゃいけねえよ。平次は驚いて飛んできたママ母のお浜におようを引き渡すと、八五郎を促して本所の往来へのんきそうに踏み出すのです。親分、
これでいいんですかね、親分。八五郎は後から追っかけます。いいんだよ、分かってるよ。喜三郎は本当に自害したんでしょうか。いや、そんなことがあるもんか。喜三郎は殺されたんだよ。え？誰にも言うな。最初若旦那の龍吉は手代の喜三郎に殺されたんだ。犬の綱に合口を結んだのは喜三郎の細工だよ。小僧の佐吉と一緒の部屋で寝て夜中に抜け出して仕事をしたのさ。首尾よく俺を言いくるめたつもりでいたらしいが、俺は潮時を見ていたんだが、あの娘は我慢ができなかった。喜三郎と祝言することを承知して油断させ、いよいよ祝言の前の晩になると切羽詰まって風邪薬とネズミ捕りをすり替え、喜三郎を殺して龍吉の敵を討ったんだ。へえ、あの娘がね。あの娘は希少もんだ。それくらいのことはやりかねねえが、俺が酒田屋へ行ったのを見るとさすがに気がとがめて死ぬ気になった。それじゃあこのまま許してやるわけで。許しゃしねえよ。俺はこの銭形平次は何にも気がつかなかったのさ。龍吉の死んだのは自殺、喜三郎の死んだのも下方負けの自殺。お葉が首をつったのは、いいなずけが二人死にゃ若え娘はそんな気にもなるだろうよ。へえ、呆れたもんだ。呆れついでに一杯付き合え。今日は幸い少し持っているよ。平次はそう言って懐の中の小銭を鳴らすのです。それを放らずに済んだのがかえって嬉しそうでもあります。野村古道作銭形平次捕り物控えより、合口の行方、書室、オール読み物、昭和28年1953年4月号より読み切り。